はい、こんばんは、ナバールです。今日もね、ラウンジの方からお送りしてます。よろしくお願いします。今日はね、7月9日の日曜日夕方ですね。今食事が終わりました。食事はちょっと完食できませんでしたが、まあほぼほぼ 90% ぐらい食べられたんで、まあいいかなと思います。ほぼ完食でいいのかな。エレベーターホールでも面会時間終わって1時間半以上経ったんで、すごく静かです。で、皆さんね、いろいろ励ましのね、コメントとかありがとうございます。しっかり入院治療を続けています。今日でね、抗がん剤、4日目で、明日で終わります。明日のお昼ぐらいで抗がん剤の方がね、終了して、あと生理食塩水をね、腎臓保護のために2日ぐらい、どんどん入れます。で、点滴はまだ続くんですけど、まあ、抗がん剤は明日終わりです。で、まあ、副作用がまたちょっと昨日あたり結構きつかったですね。食欲不振とかね、吐き気とかだるさとか結構ありましてね、夜大変だったんですけど、まあ、今だいぶ収まっていました。で、今、まあ、ある症状としてはムカムカ感とか、これは放射線の方の影響な、抗がん剤ではないと思うんですが、あの食道炎が、ね、あるのでね、それで、食べづらかったりとか、あとちょっと食欲不振もね、まだ多少残ってます。で、まあでも昨日よりだいぶ収まっている方だと思います。で、今日もね、娘と奥さんがね、見舞いに来てくれました。で、昨日と今日とね、来てくれて、着替えを持ってきていただいて、今日パジャマとね、下着の方へね、持ってきてくださいました。助かりました。これでまあ退院までね、ちゃんと着替えありますんでね、いいかなと思いますが。で、退院はね、多分木曜日または金曜日あたりかなと思います。奥さんが来てくれてね、それで自宅に帰るような形になると思いますけど、まあでも、まだ半分ぐらいな年にもね、まあ、半分過ぎたのかな。はい、しっかりやっています。で、思ったよりは、なんだろう、前回の入院よりはね、そんなにきつくないんですけど、やっぱりね、ゲップがね、あの吐き気止めの薬を飲むとゲップの副作用が来るんですよ。それを抑える薬をね、ゲップじゃない、ごめんなさい、百栗のね、副作用があるんで、その薬で、その対処が、ね、結構大変で、あと食べる時のね、こう、痛みっていうのは相変わらずありますんで、これもね、ちょっときついなと思って、あと食欲がね、ものすごい食欲が湧くわけではないので、うん、今日なんか結構食べれたんですけど、意外とね、大変でした。まあ、あと明日またね、月曜日からで放射線治療スタートします。月火水木金で放射線終わりです。だから金曜日ね、入院していると通院せずにね、病院で入院内で全てね、放射線終わってくれるんで、すごく楽なんですけど、もしかしたら木曜日退院だと金曜日にね、またここに来なきゃいけないと思うんですが、まあいろいろね、あります。今日はあとね、フィリピン人のね、カトリックのね、年配の女性の方がね、来てくださいまして、明日神父さんと一緒にまた来るような形になるのかな、ちょっと分かんないんですけど、それははっきり聞いてないんですが、フィリピン人の神父の方をね、ご紹介いただけるってことなんで、その方とお会いする予定になるかもしれない、ちょっと分かんない、明日になってみないと分かんないですけど、明日はまあ平日なんで、検査もまたあるし、いろいろ血液検査あるのかな、明日血液検査と放射線の方の、治療もあるしね、ちょっと明日バタバタするかなと思いますがいろいろね、これからまた大変です。それからコーヒー飲んでいいのかちょっと分かんない、さっき買いに行こうとしたけどやめましたけど、1階にタリーズあるんでね、ちょっとタリーズのコーヒー飲みたいなと思ってたんですけど、この時間でもやってないんでね、やってる時間にね、ちょっとね、行きたいななんて、ね、思いますけどね、多分大丈夫でしょう。
はい、それから娘もね、なんかね、ちゃんとお姉さんになってくれてね、助かってます。意外とね、はっきり、なんて言うんだろう、してるし、どん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 ね、大きくなってね、今月4歳ですからね、はい、4歳の誕生日ね、しっかりお祝いしてあげなきゃいけないなと思います。で、僕もね、やっぱ年取るしね、うん、本当に娘が誕生して、本当、とてもね、家庭がね、こう、賑やかになってね、楽しいです。娘の分までもね、ちゃんとしっかりね、家族と共に長生きしたいと思っています。そのためしっかりね、治療していきます。で、まあ、抗がん剤こんだけやってて、まあ、こんだけ元気だからまだいい方だと思いますね。治療の選択もね、たくさんあるし、これ例えば糖尿病だったり高血圧だったりすると意外とね、治療の選択って幅が狭くなってしまうんだけど、かなり僕の場合はいろいろ選択肢があったので助かっていると思います。だからこの先ね、しっかり治療していってまたね、ちゃんと、改善していくっていうのはいいのかなと思いますけどね、はい、あといろんな人に勧められたお茶とかね、ちょっとまた試してみたいなと思うし、意外とね、なんかそういうのもね、体にいいと思いますしね、いろいろね、試してみたいと思ってますが、はい、まあ今日はね、本当静かですね、ここで。今日朝雨降ったの、なんか外ジメジメですごいってみんな言ってるんですけど、全然外行かないんでね、分からないんですけど、はい、まあしっかりね、治療していって、で本当に食べるのがね、今一番苦痛です。何よりもちょっと食事がね、食事が本当に一番楽しみじゃなきゃいけないんだけど、それがね、ちょっと問題ですけど、まあ、ただね、まあ、この間もお話しさせていただいていると思うんですが、食堂の幹部の方がね、ちっちゃくなっているそうなので、期待できます。ただ、あとね、こう、いくつかね、こう転移があるんですね。そこのところもしっかり治療できているかなと思いますがね。その辺の経過をまたね、どんどん、CT、こう細かく CT、またね、PET CT 取っていくとまた分かると思うんでね、またそっちの方もね、また徐々に取っていくんじゃないかなと思います。はい、以上ですね、しっかりやっていきます。はい、皆さんね、最後に見てくれてどうもありがとうございました。またこれからもよろしくお願いします。さよなら、バイバイ。このチャンネルでは、フィリピン人との、ね、国際結婚の話、それからね、子供とのね、こう接し方の話とかね、いろいろ日常で起こることのね、出来事とかね、あと解決方法のね、話とかをしていきたいと思います。よかったらね、見てください。よかったらね、チャンネル登録よろしくお願いします。今日は最後まで見てくれてね、ありがとうございました。はい、あけみちゃん、バイバーイ。はい